最近 FCG コードが弾けるようになったんですが、次は何コードを練習したらいいと思いますか？ FC? G G? F 弾けるんだね。頑張ったね頑張ったねできなかったもんねF が弾けるのであれば、多分好きな曲に、挑戦しちゃっていいと思います。 F が弾けるってことはバレエコードが弾けるってことだと思うので、これからそんな特殊なコードが出てこない限りは、だいたいシンプルなメジャーコード、マイナーコードは弾けると思うんですよね。っていうことはもう曲が練習できるんじゃないかと思います。なので、まあギター初心者向け、初級者向けの曲の中から、あ、これだったらやってみたいなっていうような曲をピックしてやってみたらいいと思います。で、覚えなきゃいけないコードっていうのは CG、ん？ FCG でしょ？ FCG、 あと残ってるのって AB D E E、 あと H コードっていうのがあるんですけど、 H コード、知らない人が多いんですけど、 H コード結構大事なんですけどね。メジャーコードを覚えたら、今度マイナーコードをやってみて、マイナーコードをやったらセブンスコードをやってみましょう。なんだろうな、コードってそんなに何十も何百も覚えなきゃいけないとは僕は思ってないんですけどね。で、僕が全然覚えてないからそうやって言っちゃうんですけど、それでもいろいろ弾けるってこと？うん、少なくとも俺並みには弾けるってこと。実際俺曲を弾いてて、自分の弾いてる曲の中で弾いてるコードが何コードかって理解してないからね。例えば F コード、これ F ですよね。で、F があって、この。これ F ベースなんですけど、F の何ていうのか僕はよくわかんないですね。でも覚えておくと便利だなと思うのは、まあメジャーコードでしょ、マイナーコードでしょ、セブンスコード。マイナーセブンス、メジャーセブンス、あとはもう曲をどんどん覚えていったらいいと思います。で、コード表を見てコードをいっぱい覚えて弾けるようになっても、曲が弾けないと意味がないし、 まずその楽しくないんですよね。全然楽しくないんです。で、楽しくないと、どっちみち覚えられないですね。楽しくないと全然体にも染みついてこないので、大事なのはコードを覚えないと曲はできないって思わないでください。コードは弾けなくてもね、曲は弾けます。で、曲をやってるうちに覚えてきますので大丈夫です。好きな曲を、やってください。爪を使わない、うん、いわゆる肉弾きについてはどう思われますか？肉弾きかな、うん、いいと思います。いいと思います。というか、肉弾きって何？爪を使って弾かないってこと？右手？そう。で、まあいろんな人がいるんですけど、爪を伸ばす人、伸ばさない人、サムピック以外でもね、フィンガーピックってここにつける人、もしくは付け爪をして補強をしてやる人、付け爪はしないけど、生爪をちょっと伸ばしてスカルプチャーって言って補強剤をね塗って、補強する人いっぱいいるんですけど、肉引きっていうのかな、まあ爪を全く使わない人で弾く人って、いっぱいいますよ。いっぱいいます。で、トミー・マニュエルも多分爪使ってないんですよね。へえ、そうなんだ。うん。少しは使ってるかもしれないんだけど、その爪がないとっていうスタイルではないんですよね。で、ちなみにチェット・アトキンスは、爪が大事で、こことここ、3フィンガー対応してたので、爪を伸ばしてて、で、昔のインタビューで言ってたんですけど、出かけるときは必ず手袋をはめてると。そう、ツアー中はね、ツアー中は必ず手袋をはめてて、その爪が割れちゃったりすると、ショーをキャンセルしなきゃいけないっていう言ってたインタビューが、ありましたね。音が違うの？音が違うね。カナディアンギターフェスティバルっていう、まあ、フィンガースタイルのね、フィンガースタイルフェスみたいな感じの、イベントがあるんですけど、カナダでは。で、そこに来てた、そこにギャレス・ピアソンっていう若いね、結構トラビス系のトラビスピッキング系の凄腕のアンちゃんがいるんですけど、そのアンちゃんの手見せてもらったんですよね。そしたら結構、その人も爪使わないんですよ。爪使わないけど、結構もうその長年それでやってきてるから、右手のこのフィンガーティップっていうんですかね、この部分がもう左手みたいに硬くなってるんですよ。ギタリストって左手硬くなるでしょ。それみたいに硬くなってて、それでピッキングしてました。なので、慣れれば
いけます。音の聞こえ方違う。例えばなんか肉引きの方が柔らかい音が気になるとか、うん、曲調によっては肉引きの方がいいとか、うん、それ好み個人差になっちゃうんだけど、俺の場合はその例えば滑らかな曲を弾くときは3ピックも取っちゃったりとかもするし、曲によってね、あんまり爪が伸ばしすぎるっていうか、もっと伸ばしてるとどう弾いても爪が当たっちゃうので、まあ、ずっともう終始爪で弾きたい人とかはいいんですけどね。でちなみに僕はちょっとだけ伸ばしてます。見えないかな、見えなさそうだね。2ミリくらいかな基本深爪なんですけど、まあ、左手はもちろん深爪ですよね。それゴーちゃんは普段爪を当たらないように弾いてるの？爪当たるよ多少。今気づいたんですけど、今気づいたのかな、これ結構がっつり弾こうと思ったら当たります。爪が当たります。結構しっかり引っかかるわけじゃないんですけど、いや柔らかく弾こうと思ったらあんま当たんないですね。当たんない。実は無意識のうちに引き分けてた。無意識のうちに引き分けるというよりも、そうやって弾ける便利な長さに行ってたんだな、きっと。多分知らないうちに。多分あんまり僕引っかかるのが好きじゃないんで、あそうだ、でもこうあんまり引っかかるのは、引っかかるっていうか引っかかるぐらいの長さっていうのは好きじゃないんですけど、ハーモニクスを弾くときに爪が全くないっていうのはちょっと弾きづらいので、そうですね、ちょっとはあった方がいいかなって思ってます。今はサムピックをつけると指が痛くなるんですが、練習の時はなしでもいいですかね。ゆる練習の時はなしでもいいですかねって書いてある、うん、あのサムピックもなしでも全然いいんですよね。ただそのスタイルだったり好みなので、どうしてもこのスタイルがやりたいとか、どうしてもこういう音が欲しいっていう場合と、こういう音が好きっていうあのね好みの問題なので、全然なしでも全然いいんですよね。でもサムピックなしでトラビス系やってる人も結構いるんで、ステファン・ベネットそうじゃなかったかな、ステファン・ベネットもそうだし、人気どころで言うとアンディ・マッキーとかね、アンディ・マッキーも、つけてないです。だけどその練習の時だけ外すっていうのはどういうことなのかちょっと分かんないんですけど、ライブの時だけはつけるっていう感じなのかな。本当はつけたいってことなんですかね。本当はつけたいのであればちょっと慣れた方がいいと思います。でこれ指が痛くなるのは多分これ買ってきて、これ僕のサンピックなんですけど、買ってきてそのまんま使おうとすると絶対指痛くなります。で青くなって血が止まって感覚がなくなってきて本当本当ダメなんで、その指の親指の大きさも個人個人なんですけど、僕には全然狭いんですよね。僕の指がこんな平べったい指してるんで全く合わないです。なのでこうやって買ってきたやつを伸ばすんです。ある程度こういう風にグイッて掴んで伸ばします。こういう風にこれも慣れが必要なんですけど、まあ僕も最初何個も壊したんですけどね、力入れすぎて。サイズってないの？サイズある。 M、L、S ってあんまないね。いやちょっと分かりづらいかもしれないんですけどね、これ全然分かりづらいな。これ上が伸ばしたやつで下が新品なんですけど、まあ、でも分かるよ、見て。分かる？これぐらい、グイグイって引っ張って伸ばしてやると僕の指でも割とぴったりはまって、これだと血止まらないんですよ。であと指に塗るといいんです。これねこれを指に塗るとまあ割と感覚があんまり